妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、チェコスロバキアのティア級中戦車。使いやすい3連発ローダー砲がいい感じの子、シコダ T53 だね。うむ。マップは帝国境界線、マッチングはティア7から9だね。それじゃあ初動は、中戦車さんの定番ポジションの一つである、北東の丘にでも向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、主力部隊は南西に向かってるみたいだね。うむ。こっちに来てくれてる子たちもいるけど、ティア8のチャイナ駆逐さん以外は、T23 に T293、T433 231-3と、ティア7さんたちばかりのようだね。とはいえ敵も高ティア中戦車は少なめの編成なので、初動は強気に行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。コブラさんとの正面対決になっちゃうとちょっとあれだけど、コブラさんは足が遅いから、きっと先制できるもんね。うむ。そして先制の3連射を入れれば、次の3連射で仕留められるってね。ただその前に軽戦車さんの相手をすることになりそうだね。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。そしてこのタイミングで見えないことを考えると、コブラさんはこっちじゃない一歩だね。そうだねお姉ちゃん。敵にビペラさんがいるけど、ビペラさんよりは絶対早いもんね。だね。と、コブラさんは南西の丘でスポットされたね。それなら怖い相手もいなさそうなので、撃ちに行っちゃうね。うむ。ナイス撃破大妹よ。後の敵はティア7さんたちだけのようなので、リロードでき次第一気に突破を狙っちゃおうか。わかったよお姉ちゃん。でもその前に味方さんたちが突破しちゃいそうだね。うむ。こういう時ローダーさんはちょっともどかしいよね。ともあれこれで北東は突破できたし、次は急いで敵陣に向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。この進軍速度なら、きっと敵側の陣地防衛は間に合わないもんね。うむ。そしてこの中で戦闘能力が一番高いのはトップティアの私たちなので、キャプ踏みは味方さんたちに任せて、私たちは西から敵が戻ってこないかの、監視&迎撃に努めるとしようか。わかったよお姉ちゃん。ふむ。EVEN93 が先行してくれてるけど、こちらの動きに反応している敵はまだいなさそうだね。そうだねお姉ちゃん。でもこちらも西の通路に侵入されちゃってるね。三脚すれば間違いなくこちらのキャプ成立の方が早いし、私たちは予定通り前に出るとしようか。了解だよお姉ちゃん。南西にいた味方さんたちは、西通路の敵に当たるみたいだね。うむ。表示が重なってて見にくいけど、私たち以外のティア9さんが3両いるし、みんなフルヘルスのようなので、とりあえずは大丈夫そうだね。と、コブラさんのあの位置は、こっち側狙い一歩だね。ナイスショット大妹よ。コブラさんも弾倉内からのはずなので、リロード時間の差でゴリ押ししたいところではあるけど、上部10日上の敵戦力が多めなのがあれだね。そうだねお姉ちゃん。このヘルスだと IS3A3 の3連射にすら耐えられないもんね。だね。幸いヘルスの減り方的に、西の戦いは味方さん有利で進んでいるようなので、ここは西の味方さんたちが来るまで、無理することなくまったり戦うとしようか。了解だよお姉ちゃん。ちょっと下がった位置から、コブラさん狙いで待ち伏せしておくね。うむ。あう、変なタイミングでリロードしちゃってて、撃ち損ねちゃったね。あわう。でももうラストアタックみたいだから、一気に行っちゃうね。うむ。ナイスショット大妹よ。もう一度リロードできればさらにビシビシ撃てるんだけど、これは結構厳しめかな？あう。でも IS3A3 下がるようなので、追いかけちゃうね。うむ。なんとかラストショットを撃ちたいね。ナイス撃破大妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。
ヨダメ3374、キル数3、アシスト49、棒ダメ390。スコアは971でチーム内に、2バッジをゲットだね。今日のバトル、北東のラッシュもいい感じだったけど、どうやら南西も初動でほとんど決まっちゃってたっぽだね。そうだねお姉ちゃん。南西側も、初動で一番南西のルートに来てたテキティア Q さんが、イタリア駆逐さんだけだったみたいで、すぐに突破されちゃってたみたいだもんね。だね。改めて初動の大切さを、って感じだね。収支は、通常段オンリー運用だったので、イベントなしでも2万超えの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。